はい、おはようございます。今日はですね、伊吹山に来ております。ここに直接500円玉入れちゃったんですけど、気づいたらここになんかナンバーとか書いて、ちっちゃいビニール袋に500円玉を多分入れて、で一緒にこう多分この中に入れるという、もうバラバラに入れちゃいましたね、私は。まあまあで、その横に、入山協力金っていうのがありまして、これが、お一人様300円ですね。でまあ計800円を、ここで、入れて今からスタートしていこうと思います。時刻の方が7時10分前、気温がちなみに、4度ぐらいですね。そんな寒くないですわ。では行ってまいります。この細い道をずっと上がっていくと、あの300円かなんかの駐車場があるんですけども、今日はね、あの手前に空いてましたんで、ちょっと遅く来るとそんなにねここ止められないので、上上がったところに止めないと、登山道山頂まで 6000m。 一昨年、息子と台風の過ぎた直後に来て、やばい強風でしたけどね。その前が、ちょうどこの時期だったかな、この時期に来て、まあ、その時多分初めて雪の山を登ったと思うんですけど、それがこの伊吹山でしたね。その頃に比べたら、今年はちょっと雪少ないかもしれないですね。今日はね節分なんで、あの去年は拳ヶ岳に、節分の時に登りまして、で恵方巻きを、食べましたね、山頂で。もうそれがすごい、良かったですね。あの時も天気良くて、誰にも本当に誰にも会わなかった登山でしたけども、山頂行ったらものすごい天気良くてめっちゃ気持ちよかったですね。まあ、拳ヶ岳もあれ、確か徳ちゃん振動だったかな、なんかそんなような名前の登山道を登って、まあ、あれも結構しんどかったですね。4、5時間かかったんちゃうかな。まあでもね、本当にね、天気良くて、あの登山もめちゃくちゃ印象残ってますね。昨日、ちかちゃんに恵方巻きを、即席で作っていただいたので、それをね、食べたいと思いますが、今年の恵方を調べてくださった。今年の恵方どっちだっけ？滑るんだわ、なんか石が凍ってんのか。ああ、ややわ。めっちゃ歩きづらい。先ほどの恵方ですけども、今、ちかちゃんに LINE で聞きましたら、今年は南南東だそうです。今日はね、これ一番上来てるのがアークの、これなんだっけな。まあこれ、ハードシェルではないんですけども、まあ、動きやすくて、ある程度は防水とかも、結構あったりして、暴風
もそこそこということで、仕事でも着ておりますね。でその下に、フーディーのパーカーをね、着ております。これもね、まああのフリースっぽい生地で、毛布みたいな、今日ちょっと首にちょろっとだけ、これはなんだっけな、マムートのネックゲーター、まあ薄いやつですけどね、これをつけております。まあ帽子はいつものやつで、黄色のやつ。それから、このフーディーの下が、これまたフーディーのメリノウールの、長Tね。それで、その下が今日は、パイントラックのドライレイヤー、ウォームっていう、の長袖のやつで、それを着ております。でその下に、もう一枚ファイントラックのドライレイヤー半袖のね。下は、まあいつも通りこれは、ファイントラックの、タイツと、アルパインライト、ノースのアルパインライトパンツを履いております。で、今日はね、ゲーター忘れちゃいましたね。まあ多分、大丈夫だと思いますけど、ゲーターなしで。まあ以前はもうちょっとしたら、今日はね早めに履こうかなと思っております。で今日はねちゃんとこれ雪用のねやつを、トレッキングポール持ってきましたんで、時間も早いですし、まあゆっくり行けばね多分4時間ぐらいで、山頂着くと思います。伊吹山はね最後の方の、急登が直登っていうんですかね、あそこが結構最後きついので、まあ、そこがまたちょっと楽しみというか、3年前に、あの頃はまだ元気だったので、今よりもね、まあ、3年若いとちょっと違うと思うんでね、あの頃に比べて今どれぐらい落ちぶれたかというのが、ね、非常に測れるんで楽しみですね。登山を始めて4年、今年で5年目なのかな、経験はねそれなりに積んできたのでね、ペース配分だとかレイヤリングだとかね、まあ休憩の取り方、水分取り方なんかはね、自分なりのこう、スタイルというかペースというかね、昔ほどねしんどいっていう、まあ帰ってきて筋肉痛とか、まあそういうことがあんまなくなりましたね。最近はある程度一定のこうゆっくりとした足取りでずっとこう歩けるというかね、まあそういうこう自分なりのスタイルができたかなと思いますね。今ちょうど8時になりました。見えるかな、黒いこの小屋みたいなのがあるんですけども、ここがまあちょっとした休憩所。ここから先が結構ねぎゅーっとこうどんどんシャドウを上げて登っていく感じですね。はい。で、
これちゃんとした東屋でね、まあここで休憩する人多いですけども、まあ私はちょっと通過していこうかなと思ってます。3号目公衆便所、ここに、現在9時ぐらいですね。もうあとちょっとで着いちゃう感じですね。なんか途中で登っていたら結構早く来ちゃいましたね。前の人のねトレースが、あるので、かなり歩きやすいですね。本当だったら全然トレースないとこだとこう膝までねこれ埋まっちゃうんですけどね。でもまあトレースあるとこ行けば問題なく歩けます。最後の急登に差し掛かっているとこです。あとそうですね、100メーターぐらい上に上がるとこですね。雪崩の心配は今日は全然ないですね。紐は出てないですし、新雪も結構硬いで閉まってます。長野の、ね、方では雪崩があって登山者がね出たというニュースも流れてましたけど、雪山は今日は大丈夫そうですね。12本爪アイゼンつけなかったら今日はゲーター忘れたのがちょっと痛いから、よいしょ、もうちょい頑張れ、よいしょよいしょ。手が冷て、よいしょ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 、登りきったか、登りきったぞ。あ、久しぶりに来ましたね。
3年前に来た時よりも雪がやっぱ少ない、少ないですね。雪全部埋まってたもんね。天気良かったらゴーグルを試したかったんだけど、全然太陽が出ないので眩しくもなんともないんだよね。うなが岳だっけ、こっちの方行ってみたいな。下ってみると結構頑張ったなっていう、この角度だもんね。わかりますか。よくかき混ぜ、10秒よくかき混ぜ、1分、10秒ちょっと1分、濡れちゃうな。ビバレッジジャガバターポタージュ濃厚。薄いコンソメスープが、うめえ。降りてきました。楽しかった。また来たいですね。はい、ということで、伊吹山行ってきました。今12時、半過ぎですね。まあのんびりね、山頂で過ごしたり、途中帰りに、休憩ゆっくり取ったりしてね、のんびり行ってこれぐらいの時間なので、すごい楽しめる山だと思います。またね、でこれ今回初めて使いましたけども、今日はねそこまで太陽がね出てなかったのでね、そこまでちょっとよしよし分かんなかったですが、まあつけててストレスはないので、まあ、次のね雪山でもね使っていこうかなと思います。ではね、次のまた、山でお会いしましょう。最後までご視聴いただいてありがとうございました。バイバイ。トイレがね、今郵便屋さんが行ってるあの建屋がねトイレなんですよね。今ちょっと使ってきたんですけど、あれっすよ、ウォシュレットのトイレはありがたかったですね。